マムのスキー場最終営業日になりました。去年の11月28日から今日まで、この冬も大変お世話になりました。多くのお客様に来ていただきました。本当にありがとうございました。また今年の11月から次のシーズン始まりますが、トマム新たな魅力を追加してお客様をお迎えしたいと思っておりますので、また来シーズン来てください。トマムー。